なんかテレ朝の玉川徹氏が結構ありえない発言をしちゃってるみたい。何を発言したのか。なんと、政府の節電要請に対するネットの疑問、節電のためにテレビ放送をやめればいいじゃないかの声に、うるせえよと声を荒げたみたい。さすがにこれはテレビ人としてあるまじき発言だよね。っていうか玉川氏、ネットを敵視しすぎでしょ。では次の報道内容を見てみて。テレビ朝日の玉川徹氏が21日羽鳥慎一モーニングショーに出演。今夏の電力逼迫を見据え、政府が節電要請をすることに言及した。政府は7年ぶりに全国的に節電を要請する方針。これを受けて番組では節電方法などを特集した。玉川氏は、節電っていうのはお金だけじゃなく、脱炭素って意味では火力発電で作っている電気を節電するということで善だと思う。ただ政府が節電要請をしてきているのは若干引っかかっているともやもやすると明かした。番組ではその後も冷蔵庫や炊飯器、テレビなどの節電を意識した使い方を紹介。玉川氏は、嫌味な奴はこういうのやると放送やめればいいじゃないかとかいう奴がいる、うるせえよと顔をしかめていた。図星を疲れたからってうるせえよってねえ。ネットでも玉川氏の発言に対し次のような声が上がってるんだよ。残念、節電ポイントゼロどころかマイナスですね。どうせ報道をしない自由があるんでしょ。全放送局の報道バラエティ番組と韓流ドラマなんか放送を止めてしまえばいいんじゃね。日本人はほぼ見ないから。計画停電とかご存じない。テレビの報道番組なんだろ。うるせえよなんて発言を簡単にするんじゃないよ。何様だよ。ポルシェの維持費出せるから無問題でしょ。このコメディアンは視聴者様に向かってなんてことを言うんだ。本音が出たな。テレ朝玉川氏がいかに日本国民を下に見ているのかよくわかる発言。テレビ局の電気代ってどんなもんなの。テレビ局ではなくてテレビが消費する電力。テレビを消せば普通にエアコンが使えるぐらい。嫌味で言ってんじゃないんだけどね。反論になってないだろこれ。テレビって結構電気代食う。せやな、放映やめれば節電だな。熱中症予防にテレビを消してエアコンを24度で使おうキャンペーン。ネットの声にもあるように、玉川氏って一体何様なんだろうね。テレビって視聴者ありきでしょ。ネットに向かってうるせえよって言ったつもりかもしれないけれど、これはネットの人たち以外にも視聴者にとっても失礼で不快になる発言なんじゃない？だって、あまりにも突拍子もない暴論なんだもん。呆れちゃうよ。とにかく玉川氏は、節電のためにテレビの放送をやめる、またはテレビを消すという選択肢もあるということをしっかり認めるようお願いいたします。